ビデオアカマムービー06ビデオ編集ソフト選びのポイント2。上級用ビデオ編集ソフトと入門用ソフトの違い。1。ソフトの安定性。ビデオ編集作業中に時々応答なしとか強制的に終了してしまう場合があります。その発生頻度が非常に少ないということです。ビデオスタジオ12というソフトで異常停止した状態です。2番目、操作に対する反応が早い。例えばある機能をクリックしたりドラッグしたりしてすぐ結果が出ないと作業のペースが乱れます。ソフトによってはクリックして 1,2 秒待たないと結果が出ないというようなのもあります。クリックしてから反応するのに 1,2 秒かかる例です。音量を調整するために小さい四角をドラッグしますが、ゆっくり動かさないとうまく反応しません。反応が遅くて作業ペースが崩れます。この画面は EDUS NEO 3の画面です。マウスの移動にそのまま追従して反応が非常に早く、作業のストレスがない例です。3番目、ビデオ作品を作る場合は全体の構成を考えてそれに沿って映像と音声を加工していきます。入門ソフトでは次のような機能がなかったり機能不足の場合があります。1、素材映像は個々に明るさ、コントラスト、ホワイトバランスなどが微妙に異なっております。作品全体を通して同じような映像の調子になるように画質を揃えて補正する必要があります。微妙な補正には YUV カーブや 3way カラーコレクションの高度な補正機能が必要になります。2、画面を拡大したり縮小したり切り抜いたりして2つ3つと小画面を作って親画面と合成することがあります。小画面は加工した後の表示位置を自由に移動できる必要もあります。3、画面の一部分にモザイクをかけたり明るすぎるところを補正したりするような必要があります。入門用では画面全体に適用する機能のみで一部分の適用はできないのがほとんどです。4、時間の経過に沿って画面を拡大したり縮小したり回転したり移動させる、連続的に変化させるキーフレーム設定が必要になる場合もあります。入門用ソフトではキーフレームはほとんどありません。5、画面の一部分に注目してもらいたい場合なんかに丸や四角で囲って強調する必要が出てくる場合もあります。タイトル作成機能に簡単な図形描画機能が必要となります。エディウスのタイトル作成機能の画面の例です。例えば丸を描画するとしますと、こちらのツールの丸、ここをクリックします。どの色で丸を作りますかという色の選択をします。で、例えば自分が丸したいところがあればこうドラッグしまして、できました丸を希望の位置に持っていけばいいと。そしてファイル上書き保存ということで丸が出来上がります。6、音の加工機能が充実している。音質調整用のイコライザーがあるかどうか。音質調整用のイコライザーがあるかどうか。次に音量調整がしやすいか。ナレーションの録音機能はあるか。録音した音質音量は状態がいいかどうか。音の大きい小さいを自動的に調整するノーマライズ機能があるかどうか。いろいろなノイズが含まれておることがありますので、ノイズ除去機能があるかどうか。
入門用ソフトで一番弱い点はこの音加工がほとんどできないということです。今入門用と上級用ソフトの違いを説明いたしました。失敗部分を削除する、タイトルを入れるというような簡単な編集の場合は入門用ソフトで十分です。 DVD やブルーレイにしてみんなに喜んでいただけますと自分も自信がついてきます。ビデオ編集ソフトに付属します DVD およびブルーレイディスク作成ソフトの中にはファイルの形式が AVCHD だけの場合もあり、 MPEG2、AVCHD 両方に対応しているかどうかなどの確認が必要でございます。ちょっと凝ったビデオ作品を作るには上級ソフトが必要ということがお分かりいただけたと思います。一足飛びに上級ソフトから始めるというのは大変と思いますので、入門用ソフトをどれかマスターされますと上級用ソフトもそう使うのに困難はないと思います。機能が多いだけに使い慣れるまで大変ですが、それなりのビデオ作品を作るにはどうしても上級ソフトを使う方がよろしいと思います。ムービースタジオ HD プラチナ、エデュスネオ3、プレミアプロ CS シリーズあたりがポピュラーなとこと思います。